ついてないよ。あら、気づかなかった。しょうがないな。あー、なんだこの可愛い子は。うわ、犬の明太子がドキドキしてる。僕どうしちゃったんだろう。おやおや、みこおや、どうしたんだい。ねえ、おばあちゃん、僕この子に恋しちゃったみたい。この子たちの CD 欲しい。ワンダッキー HKT の CD が買いたいって。でもどうやったらその CD とやらが手に入るのかの。ただいま。あ、ラブミ姉ちゃんおかえり。あれ、おばあちゃんどうしたの。あのな、みこにな、 CD とやらを買ってやりたいんだが、どこに行ったら買えるんじゃろうと思ってな。僕 HKT48 の CD が欲しい。あ、そういえばこの間クラスの友達が言ってたよ。 HKT48 の CD を買うと握手ができるって。あら、ほんと？僕さくらちゃんと握手したい。あ、 HKT が48で CD が握手で、おばあちゃん何がなんだかわからなくなってきた。どうすればいいんじゃろうか。じいさんや、夏蔵じいさんや、あんたがおらんとわしはダメじゃ。どうか助けておくれはしないかの。まずは通常版か劇場版を選ぶんじゃ。そうかいそうかい、劇場版と通常版のどちらかを選ぶんじゃな。ねえおばあちゃん、誰と喋ってんの。死んだ夏蔵じいさんが教えてくれたんじゃ。ババアもいよいよだな。あ、なんでもなんでもない。そんなことより、うん、HKT48 のシングル CD でしょ、うん、ちょっとおばあちゃん検索してみてよ。し、はい、うん、あ、ほんとじゃ。夏蔵じいさんが言うように通常版と劇場版っていうのがあるんじゃな。うん、劇場版って言っても劇場で売ってるわけじゃないんだね。そうなんだよね。東京の AKB がまだ売れてなかった頃、実際に劇場で売っていた、その名残なの。ああ、あの頃は大変だったな。本当増えてよかった。なんで泣いてるの。うん、なんでもない。そんなことより通常版と劇場版どっちにするの。通常版にしようかな。通常版は、あ、普通に CD ショップに行けば買えるじゃん。ほんと、うん、やったね。あ、でも握手にも違いがあるみたいよ。え、そうなの。通常版の初回限定版には全国握手会参加券がついてて、劇場版の方には個別握手会参加券がついてるんだって。え、そうなの。僕絶対さくらちゃんと握手したいから、ねえおばあちゃん、劇場版買って。どうすればいいんじゃろう。じいさんや、夏蔵じいさんや、もう一度助けておくれ。キャラギちゃん。キャラギチャンス、そのキャラーにチャンスやらを調べればよいのだな。だからおばあちゃん、誰と喋ってるの。夏蔵じいさんがまたヒントをくれたんじゃ。は、おいみくお、そろそろ覚悟しといた方がいいんじゃねえのか。一応親戚には連絡しとくね。それでキャラーにチャンスっていうのを調べてみよう。うん、キャラーにチャンスで検索。本当にあった。え、見せて見せて。どれどれ。まずは無料会員登録を済ませるんじゃ。必ず握手会に参加する人の名義でな。じゃあみくの名前で登録だから、うん、田中みくを。 OK。 次は抽選中の握手会の中から応募したい握手会を選ぶんじゃ。へえ、このサイト HKT だけじゃなくて NMB48 の劇場版も売ってるんだね。日程とか時間も選べるんだね。うん、
この HKT の桜みんなで食べても選んで。オッケー。ポチッと。ほう、売り切れてるのも多いんじゃな。あ、お兄ちゃんだ。ババア、ただいま。おお、言葉遣いに気をつけなさい。お、みんな揃って何見てんだよ。あ、キャラニちゃん。へえ、お兄ちゃんって AKB 好きだったんだ。うん、わ、でもめっちゃ優しく余ってんじゃん。だっせー。やっぱこいつ、こいちゅんの一発屋だったんだな。この子は可愛いよな。友永っていう子、他はでもブスばっかりじゃん。そんなことないって、うん、この太田って子もかなり可愛いじゃん。はぁ、ラブタンのこと言ってんの、うん、あいつでもいっぱい遊んでそうじゃね。そんなことないよ、遊んでない遊んでない。あ、あいつらだ、今日も天神流してくっか。じゃあな。あ、行っちゃった。おしろの育て方が悪かったのかな。おばあちゃんは悪くないよ。ラブミ、ありがとう。おい、姉ちゃん何やってんだよ。総長が来ねえと始まんねえだろ。すまね。総長、今夜は遅くなるから。よろしく。よろしく。痛い。うん、昔は眉毛と接っていた時期もあったんじゃがの。時の流れは残酷だね。それより CD の続きは？じゃったじゃった。おっと、宮脇さくらちゃんは全部売り切れているようじゃの。さくらったらやっぱり人気なんだな。残念じゃの。でもせっかくだし他の子の分で買ってみてはどうじゃ。そうだな、仕方ないか。あ、この矢吹奈子ちゃんも可愛いけど、うん、この田中美久って子の方がちょっとだけより可愛いかも。言うねえ。この植木って子なんかどうじゃ、可愛いんじゃないか。いやだ、無理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 。僕先端恐怖症だから尖ったものとか絶対無理。え、そんなこと言わずに。ほれ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 、あ、高い。ほれほれ。この田中なつみなんて子いいんじゃないか。可愛いんじゃない。あ、いいね。でもこれだけいると悩むもんじゃな。あれ聞こえてない。田中夏実なんてどうじゃ。ほれ、博多のボスって田中、田中。おじいちゃんうるさい。あれ聞こえてたけど響いてなかったのね。あ、おばあちゃん、さくらたん第4部まで残ってるじゃん。あらまあ、ほんとじゃ。これはすまなかったの。でもよかった、これでさくらたん握手できるよ。握手会を選んだら注文フォームの必要項目を入力すればこれで注文確定じゃ。みくおは13歳未満だから、保護者のおばあちゃんの名前も入力してと。よし、これで申し込み完了じゃ。やったー。あとは当選するのも祈るのみじゃな。あん、夏蔵おじいさんや、ありがとう。やったー。あ、ねえおばあちゃん聞いて。なに。あのね、サクタベの劇場版が当選したって。よかったな。うん、これねちゃんと支払ってくるんじゃよ。わかった、当選したらちゃんとお支払いを忘れずにな。みくお、CD 届いたよ。ほんと？嬉しい。やったー。よかったね。あ、よかったね。あれ？もう一枚 CD 入ってる。誰か注文したかい？うん。どれどれ？田中夏実、握手券？いらねえ。いらねえってことねえだろ。誰と行く？誰も行かねえよ。え、なんで？